本日の試合は J リーグディビジョン2第36節モンテディオ山形対ギラバンツ北九州コナミスタジアムよりお届けしてまいります。さあ選手が入場してきました。さあ間もなくキックオフです。入っていたと思いますね。そうですね、ギラバンツ北九州が決定的なチャンス得点に結びつけることができませんでした。おお来た、ゴール、ギラバンツ北九州先制1対0。素晴らしいコース、これはキーパー届きません。坂本、ここからラインの裏ですね。このパス抜けてきます。よくカバーしましたよ。いやー来た、この距離からのシュートは非常に効果的ですね。なるほど、相手をゴール前から。坂本どうする、いいパス出ましたね。さあ上げてくるか。山形としては先ほどからなかなかシュートまで行けてませんけどもね。そうですね、そういう守り方をされてますよね。なるほど、いやこういった一つのねプレーによって状況変わってきますからね。この判定に猛抗議を見せていますが、これは PK の判定。ここで同点にして流れを取り戻したい、うん、ここ外せませんね。ここはきっちり決めて追いつきます。監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやこの采配は大当たりでしたよね、はい、監督の期待にしっかり応えてきましたよね。そうですね、インターセプト、シュート、ゴール、モンテディオ、山形巻き返します。これはパスミスからの失点ということになってしまうんでしょうか。まあそうなってしまうでしょうね、はい、カットのされ方が良くなかったんですよね。なるほど、カウンターを食らうような奪われ方は気をつけるべきだったんですけど、ちょっと油断してましたかね、そうですね。シーズン5ゴール目となります。スローイン、ここは焦らないことですよね。ここで終了を告げる長い笛、2対1山形主君のゴール、勝ち点3をものにしました。さあ七海さん、最終的には逆転勝利ということになりましたが、いかがでしたか。本当最後までどうなるかわからない展開でしたね。なるほど、そろそろお別れの時間となります。解説は元日本代表のお二人、北澤剛さんと七海博さんでした。いろいろなお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。